ミャンマーでの熊の畜産ミャンマーの雄丹種熊農場とは、熊を家畜として養殖する畜産場。中国などアジアにある雄ンの採取、または炭獣の採取を目的としたものが知られる。日本などの熊牧場とは異なり、動物園ではない。伝統的な雄ンの採取法は、狩猟や屠殺などによって、熊の臓器である胆能そのものを終える方法である。 1980年代のアジアでは、有タの安定した供給を目指し、生態の熊の堪能に直接カテーテルを挿入し、熊を屠殺せずに単純を得る方法が広まった。この方法の発祥は、北朝鮮と言われ、アジアの東側の中華人民共和国、ベトナム、ラオスなどの生産地に広まった。この方法は、伝統的な方法に比べ、 飼育した熊を屠殺せずに済むという利点があり、熊という主元が減少した頃から開始された。中国などでは古来より熊の胆汁が漢方薬として重宝されており、この胆汁を生産する目的で1980年代から熊の飼育を行う農場が開設された。 熊農場と熊の単獣を採取する技術は北朝鮮より中国北部の吉林省へ1980年代初期に導入され、国立高省、遼寧省、四川省及び雲南省へと急速に広がったという動物園である日本の熊牧場とは異なり、これは単獣を生産するための畜産であり、有タの製薬会社では養殖している熊から、 カテーテルなどで炭汁を規則的に採取し、有炭商品の原材料としている。中国国家林業局の統計によると、漢方薬メーカーなど68社が熊農場を運営する。熊農場には一時、1万頭以上の熊が養殖されていたが、2007年現在は徐々に減っているという。中国国内でも熊農場は、 牛タンに対する文化が関係するため賛否があるが、実態は生産量の約9割を外国に輸出する供給国となっている面もある。韓国政府が牛タンや川などによる農家の所得増大のため、熊を飼うことを推奨したのがきっかけで、中国、日本及び東南アジアから熊を輸入し、その熊を繁殖させて、 他の国に輸出することを目的とする繁殖事業が1980年代に始まった。500頭ほどが輸入された。しかし、1985年に韓国政府は熊の輸出入を禁じた。また、熊の平均年齢が25歳なので、24歳にならないと吐殺ができない規則を作ったため、生産者の反発で2005年に1 0歳で吐殺ができるようにするなどがあり、 また、韓国は1993年に絶滅危惧種の国際取引を規制する CITES 条約に加入し、2006年には国際的なクマの輸入と移送を禁止する厳しい法律と規制ができたりした。2006年頃には繁殖された2000頭のクマが約100カ所の繁殖施設で飼育された。2012年現在、韓国で飼育されているクマは、 約1000頭、全国の約50カ所でクマが飼育されているという、ベトナム、ラオスで行われている。ベトナムでは、伝統的にクマの胆汁は強力な薬と認識されており、これら、転換、骨痛、繁盛出血その他の慢性症状に効くとされる。このため、クマは極めて高い経済的価値を有する動物としても認識される。また、 ベトナムでは、有タンを需要競争剤や抗炎症薬、肝臓や心臓病の治療薬、美薬として用いるほか、シャンプーや歯磨き粉、ソフトドリンクに添加することもある。ベトナムの大きなクマ農場は80頭ほど飼育するが、多くの生産者は数頭だけ飼育している。生産者によって異なるが、2から3ヶ月ごとに単獣を採取する。マを麻酔処置した後、 超音波探知機を用いて、胆のうの位置を探り、長い針を使って、胆汁を採取する。胆汁を採取した後には、熊に蜂蜜や卵を与える。熊は数年で死亡するというが、ベトナムでは繁殖をさせていないため、新しい個体は野生捕獲。ベトナムでは2005年に、熊製品の商業取引を禁止し、2006年に胆汁を採取する熊農場も、 実質禁止となった。熊飼育者は、熊が死亡するまで飼い続けなければならず、単獣を採取することも、他の個体と入れ替えることも、新たに個体を追加することも禁止された。しかし、すでに、熊単獣生産が広まっており、非合法に生産される。2005年のベトナム森林保護局の報告では、ベトナム国内に4012頭が飼育される。2014年には、 ベトナムのクアンニン賞において、ユータンを買う目的での観光ツアーが禁止された。動物保護団体、アジア動物基金などの反対活動があり、2000年7月、中国政府は各地の熊農場から計500頭の月グマを減らすことに同意し、熊は保護センターに運ばれた。一方、ユータンを工業的に生産する、ある会社は2012年の株式上場に際し、 熊が苦痛を感じない方法をとっている。単獣を採取する時間は5から8秒。人間で言えば、献血をするのと同じ。今では、科学技術も進んでいる。カテーテルは用いておらず、熊は、無痛で快適だと述べている。2013年、英国の民間団体、世界動物保護協会の局長リュック・ニコルソンは、生きている熊の体に大きな針を刺して、単獣を採取する。 あなたは痛くないと言えるのかと述べた。ありがとうございます。